こんにちは、土岡です。さあ、横よちフォーの続きやっていきましょう。扉を探そうだもんね、今ね。この近くにあるのか。お、あ、これね、ちょっと僕じっくり集めたいんだよな。じっくり集めたいから、今まだちょっと取るのやめとこうか。お、来た。ウォッチランク D じゃないとダメ。これが風剣の扉だよね。なんか近づきがたい雰囲気出てるんですけど。D って書いてあるな。どういう意味なんだろうこれ。やれやれ、様子を見に来て正解じゃったわい。お主ら扉が開かなくて困ってるんじゃろ。おばばさん、これって何なんですか。そいつはウォッチロックといってな、妖怪ウォッチのランクで解く封印なんじゃよ。ランク、妖怪ウォッチの強さというか格というか、まあそんなようなもんじゃな。お主らの妖怪ウォッチはまだまだひよっこ、 E ランクといったところか。そしてこちらのウォックロックは D ランク。ランクを一つ上げさえすれば通れるじゃろ。ランクを上げればこうしたロックをパパッと消し去ることができる上に、もっと強い妖怪に出会えたり、不思議な出来事に巡り会えたりするようになるのじゃ。妖怪ウォッチにお詳しいんですね。もしやウォッチの改造もできてしまうのでは。さすがにそれは無理でしょう。時計屋さんでもないんだし。そこんとこは心配いらないぜ。おばばこう見えても機械いじりが得意なんだ。できちゃうの。どんと任せておけ。ただし一つだけ試練を受けてもらうがの。試練ですか。いかにも、ウォッチランクを上げるということは、お主ら自身の格もそれに見合わねばならん。簡単に言えば、お主らの強さを妖怪たちとの戦いで示してこいということじゃな。さあ、長々と説明したが大体分かってもらえたじゃろう。わしの試練はちょっぴりハードじゃ。覚悟を決めたらまた声をかけなさい。覚悟決めました。早い。頼み事クエストをやってみよう。 D ランクへの覚悟、よし。おお、夜ん変わった。おい、わしに声をかけてきたということは、試練を受ける覚悟ができたということじゃな。おすすめレベル6、ガシャコインもらえる。オッケー。さっき言った通り、今回お主らにはとある妖怪と戦って強さを示してもらう。謎の妖怪 M。 なんか微妙に弱そう。謎の妖怪 M は小学校の校庭でお主らを待ち構えておる。さあ、早速小学校へ行ってやっつけてくるのじゃ。どれどれ、 M って誰だろう。え、ミッチーじゃねえか。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、夏目さんが私を呼ぶ、愛の戦士ミッチー剣山。驚いただろう。私こそが謎の妖怪 M の正体なのだ。私が頼りになるナイスガイなのはわかるが、メインメンバーから外してくれたまえ。そうしたら試験を開始しようではないか。マジか、こやつか。このプリティでビューティフルでストロングでマーベラスなスーパーヒーローミッチーを打ち倒し、その強さをここに示してください。いくぞ、トゥース鬼瓦、トゥース。おし、ミッチー行くぜ。ほいほいほい、いいぞ、追撃。いきますね。お、三股のずちになった。危ない危ない危ない、逃げよう。おし、いいぞ、吹っ飛んだ。交代だ、トーマ。妖精剣、よし、ミッションコンプリートだ。あ、見事だ、ウォッチ使いたちよ。そして夏目さん、
このスーパーヒーロー、ミッチーを倒したのです。胸を張ってウォッチを強化してもらってください。さあ、おばばさんの元に帰るのです。私のことは気にしないで。どうやら私はここまでのようです。私の生涯に一片の悔いなし。ラオウじゃねえか。ガク。全然ラオウっぽくない。ああ、夏目さん。頑張って力尽きた私に熱い励ましの言葉を。さあ、行こう行こう。キラキラ。すっげえ胸板熱いな。あれはほっといていいんでウィスカー？いいんじゃない？ミッチ本当に倒れとるやん。おい大丈夫か？引いちゃおうっと。おら、もうなんか夜中のあの暴走族みたいじゃない？おらおら。ダメ、ちょっといじめよくない。おーい、できたよ、持ってきたよ。ん、その様子じゃと、どうやら無事に謎の妖怪も倒せたようじゃの。では早速お主らのウォッチを強化してやろう。みんなウォッチを3つあるよね、今ね。お主のウォッチもエルダにモデルチェンジせんか。そんなことできるの？それができるのじゃよ。まあさすがにそれなりに時間はいただくがの。おばばさんお願い。エルダーにできるってすげえな。今までのあの時計屋さんとはえらい違うんじゃない？有能だな、有能おばば。できたぞ。これで全員分の早っ。ちょっと時間はいただくかなって一瞬じゃねえか。妖怪ウォッチのランクが D に上がった。お主はこれじゃな。エルダーになった。おお、ほんとだ、機種変更した。すごいですよ、やりましたね、土の子くん。うん、どれどれ、 D ランクの妖怪ウォッチエルダは必殺技も使えるようになるみたいですよ。それじゃあ私も必殺技が使えるようになるわけね。みんな変化アタックを使えるようになった。みんな変化ガードを使えるようになった。あ、いいね。攻守ができるようになったぞ。ウォッチランクも大丈夫。その先にはさらなる危険も待ち受けるじゃろう。夢気をつけてな。 D ランクへの覚悟バッチリ解決。ガシャコイン手に入れたから回しときたいな。回すか。ガシャコインなかなか手に入んないんだが。よくやった。おお、双剣山を包んでいた霧の結界を解いたか。ご苦労だったな、洞穴。これでようやく新たな妖精剣朱雀蒼天山を手に入れられます。そうだ、お前の阿修羅豪炎丸と合わせてようやく2本目か。不動雷鳴剣を人間の小僧から奪えなかった失態はひとまず忘れてやる。春夜様、面目ございません。私どもはあの者を侮っておりました。仲間を守ろうとする決意から来るあの力、月並み東馬はすでに我らの脅威です。ふん、姫を探すよりも先に妖精剣を集めなければならんとはな。はい。いずれにしても妖精剣はすべて我らの手中に収めなければなりませぬゆえ、奴らから不動雷鳴剣を奪うためにもまずは双剣山の妖精剣を手に入れましょう。春夜様、私もお供させてくださいませ。うるさいぞ袋、貴様はもう戦力外だ。そんな、春夜様どうかお許しを。その名前で何度も呼ぶな。俺の真の名を忘れたか。お前にはうんざりだよ。今すぐ失せろ、この四天童子の前からな。お助けを。さあ、どうけつよ、双剣山には俺も行く。剣舞魔人の封印は波の力では破れんからな。承知いたしました。
にやーり。くそ、キザなやつめ。鬼には負けないぞ。そうじゃな。そうだ。これをカイラ様から預かっておる。ウォッチロックを解除したら使ってみなされ。ふり。風剣アーク、双剣山。ありがとう。ありがとう、ババさん。うん。最近は怪しげな扉が他にもいろいろ現れてるようじゃな。妖怪ウォッチのランクも上がったことじゃし、気になる場所があれば調べてみてはどうかの。そうするよ。それではいよいよ、双剣山に続く扉へ向かいましょう。これ D ここ通れるようになったね。これ。ほい。開けて、その前にガシャ引こう。ウォッチロック解除。1枚しか回せないよね、確か。もう1枚しかない。大吉、え？吹雪姫あれ。めちゃいいやん。引くか。今日のガシャ4回。ガシャーリ。来い！来い！あ、変われ！変わって！ゴミじゃねえか。ゴミじゃねえか。いや、でもメラメラよの炎。なんだこれ。大吉、よかったなぁ。あ、なんかある。あ、ガシャコイン2枚。あ、引けるやん。きっと、いっぱい来るはずさ。なんかアークあるね。行くぜ。ガシャーリ。来い！金来い！来い！青か。シャキチ、ロボニャンオイル。来い！青か。銀のこけし。ちょっとゴミでしたね。残念。大当たりは得られずか。お、なんだなんだ。なにこれ。妖精船を見つけた。吸い取るか。ほら。余裕だぜ。寸胴丸。婚活できるんじゃないこれで。なるほど。こういう楽しみあんのか。あ、これ楽しいぞ。吸い取れー！金婚ゲット！婚もらえた。おぉ、いいじゃん、いいじゃん。へぇ、こういう風にやるか。いろんなところに隠れて、これやるといいね。こう、サーチ。ほい。ウォッチロックは解除。ほい。またあいつらと会うんじゃないの？ここが双剣山？あれじゃない？二つの高い山。おぉ。双剣山。柿がなってる。なるほど。確かに双剣山って名前にぴったりだね。あそこに鈴く双剣山があるのか。名前がぴったりとか言ってる場合かにゃん。どう見ても普通に登れる山じゃないにゃん。ほんとだね。なんかいるぞ、下に。何あれ。双剣山を訪れし者よ。スザク蒼天山を手に入れたくば、試練に挑むがいい。今誰か喋ったよ。いや、目の前にいるやん、でっけえのが。スザク蒼天山の試練に挑みたくば、蒼天山まで連れて行ってやろう。なるほど。あの鳥が案内役なのか、行ってみようぜ。さらっと流しすぎじゃありません？鳥が喋ってるんですよ。鳥が。オウムとかインコとかも喋ってるでしょ。妖怪と喋ってる方が変だって。試練に挑まんのか。挑みます。双剣山まで連れて行ってください。よかろう、こちらへ来るがいい。覚悟はできているようだな。では双剣山の中腹までお前たちを乗せていこう。そこの太っちょと筋肉はお留守番だ。ここで皆の帰りを待つがいい。なんどうして私だけ。まず妖怪ウォッチを身につけぬ人間は試練に挑む資格を持たぬゆえ、それにお前たちは背中に乗せて運ぶには重すぎるゆえ。そんな。俺だって覚悟決めてきたんだよ。試練に挑む前から諦めるなんて嫌だ。頼むよ、鳥ちゃん。あくまでも試練を望むのか。そこまで言うなら仕方がない。ありがとう、恩に切るよ。ただし、
ここから先お前たちに起こることは何があっても試練のうち、そう心得よ。試練に挑む者よ、その覚悟は良いか。秋典は探偵団の団長だもん。俺たち一緒に頑張るよ。鳥さん、俺たちは行くぜ。よかろう、では参ろう。そこの筋肉は留守番でな。全然オッケー。ミッチは後で召喚すればいいもんね。夏目さんと空の旅が。かわいいミッチ。おお。ケータ君しか乗ってねえじゃん。俺生まれて初めて鳥に乗っちゃったよ。わ、なんか、あ、妖怪たちいるぞ。頂上を目指して、あ、なんかあるぞ。おお、お、あ、ちょちょちょ、え、ちょ待てや。おっしょ、OK。ヨーグルト、ぐんぐんグルト。いつの告知、そうって。これより先はさらに高く飛ぶことになるぞ。心の準備はできてる。はい。そうか、ちょっと重たそうなやつもいるが承知した。また連れてってくれるんだ、上に。わあ、え、こんなにいっぱいいたんだ。めっちゃいた。怖っ。怖っ。ああ。ああ。助けてくれるんだ、ちゃんと。いや、体重重いからこれ首きついと思うけど。そっちじゃない、そっちじゃない。逆側行っちゃった。おーい、秋典、ジュニア。やっぱり見つからない。二人ともどこまで行っちゃったのかな。もしかしてさ、秋典たち落っこっちゃった。どうした？いてて、多分反対側の方行っちゃったんだよね。生きるのだ、死ぬのダメ、生きろ。あ、ありがとうジュニア、なんとか生きてるから。ジータンたちはぐれた、みんなと違う山来た。ここにいるのじいたんたちだけ、一緒になんとかするだぜ。俺ってついてない。はあ、みんなみたいに妖怪を召喚できないし、重量オーバーで鳥に落とされるし、挙句の果てにこんなところで置いてけぼりだなんてあんまりだ。あきなり元気出せ、くよくよするの意味ない。それもそうだよな、ごめんよジュニア。よし、ま、向かいの山が見えるところまで登ってみるか。ジュニアだけ、もしかしてジュニアだけで登るの。おお、初めてかも、秋乗りで行くの。ウォッチがない。探検大好き、ミュージックカード。どのこけし、全然いいもんじゃねえ。全くもっていいもんじゃなかった。お宝は欲しいね、やっぱ妖怪ガシャが。今回ガシャがメダル使えないからな。うわ、なんか変なとこついちゃったけど。あ、Cランク。なんかこれアイテムかと思ってた。向こうはCランクと。なんか何回も来るんだな、ここ。ほっ！ほっ！ちょ待って！タイミングむずいな、ジャンプの。よし、オッケー。ガシャコインゲッツ。なんだ？ああ、これはもしや。妖怪ウォッチ？こんなところにあるなんて。あきなり、つけてみろだぜ。謎の妖怪ウォッチをつけてみた。うん。おお。つけれたぞ。これウォッチに認めてもらったってことだよな。それじゃあ。召喚、俺の友達、出てこい、ジュニア。あれ？俺の友達、出てこい、ジュニア。
デブ、どうした？何も起きないだぜ。はぁ、あ、そっか、俺妖怪ウォッチに認めてもらえなかったのか。あきのり、情けないな俺、こんなのかっこ悪すぎだ。妖怪探偵団の団長だなんて偉そうなこと言ってるくせに、この程度だった。あきのり、俺は妖怪ウォッチで戦うみんなが羨ましかった。頼むよ妖怪ウォッチ、俺のこと選んでくれよ。あきのり、逃げろ。獅子神様じゃないか。なんだ、何このイノシシ。あ、鼻に入っちゃってる。我こそは妖怪ウォッチアニマス天上教の番人、イノサキオぞ。あきのり、こいつ危ない、お前早く逃げろ。大丈夫か。そんなところで何言ってんの、ジュニアこそめっちゃ危ないじゃんか。じいたん奥の手ある、一人でも頑張るだぜ。妖怪ウォッチを手にする者よ、資格を持たぬ者は立ち去れ。なんだと。資格が何だってんだ、探偵団の団長が仲間を見捨てられるわけないだろ。あ、これってよしやるぞジュニア、今助けるぞ。はあ、お、陽気吸い通るだ。ジュニアの陽気吸い取ってる。これが妖怪ウォッチの力。やるぞだぜ。ああ、俺だって妖怪ウォッチ使えるんだ。サボってんじゃねえかおい、ジュニア。お、シャドウサイド変化したぞ。はいはいはい、おお強い、ナイス。かわいい。妖怪ウォッチアニマスを手にする者よ、汝は自らの手で試練に挑む資格をつかみ取った。よくやった。双剣山の高み、試練の頂きを目指すがいい。次なる試練はそこで待ち受けている。勝った。ジータンのおかげだぜ。ありがとなジュニア、本当にお前のおかげだよ。妖怪ウォッチアニマスの使い手として認められた。アキノリが戦えるようになったぞ。認められたんだ。さっきの鳥さんたちもアキノリのこと見失っちゃったみたい。大丈夫かな。あの時鳥さんは何があっても試練のうちと私たちに説明しました。このようなアクシデントも私たちが乗り越えるべき試練ということなのでしょう。ここはアキノリさんを信じて前に進むことにしましょう。し、後ろに戻る道がない以上僕らは進むしかない。行こう、上へ。上に登れば周りの景色がよく見えるはずだ。アキノリも見つけられるといいけど。そうだそうだ、早くみんなを探しに行かないと。ダチイノシシ、山の上行け言ってた。みんなきっと見つかるだぜ。もしかしたらみんなの姿も見えるかもな。スザク蒼天山の試練を終わらせたら探してみよう。ウリ、まずがいいウリ。ウリ、あら、かわいい。ウリ、何じらの試練、我も見届けたくなったウリ。共に連れて行くがよいウリ。もしかして君、イノサキ王の子供？カナマではないウリ、何じらと戦ったイノサキ王であるウリ。今はライトサイドのウリ坊なんだけど、ウリ。ウリ坊チビ、意外としゃぼい。ウリ、チビとかしゃぼいとか何時には言われたくないウリ。よし、そんじゃ気を取り直して、双剣山の頂上へレッツゴーだ。かわいい。ウリ坊が友達妖怪になった。ウリ坊、かわいい。OK、行きましょう。ここ取って。あ、危ねえ、危ねえ、行けた。まっさらマント、あ、ここにもあるぞ。見えなかった。まずい漢方。よし、ここが試練の頂きだな。おい、
俺たち試練を受けに来ました。誰かいますか？おお、かっこいい。雨かける幻獣麒麟。我は試練の番人、幻獣麒麟。おお、妖怪は蝶身につけし、貴様は何者だ？我こそは有星明則、朱雀蒼天山の試練を受けに参上した。一斉のいい小僧だ。来い、貴様の力を試してやる。全然レベル上げないで来たけど大丈夫かな。行くぜ、勝負だ。よしやるぞ。もう浮いた。危ない。よく吸い取れ。あぶね。うわ、あ、チャンス来た。おらおらおら、よく吸い取っとけ。あぶね、早っ。よし。サボった、おい。イノシシがサボってんじゃねえか、こら。眠いって。なんだ。うわ、いた。うわ、回復した。ちょっと、おい、ちょっと待て。ちょっと待った、待った。危ねえ、ギリ。よい、あー、よかった、倒せた。俺たちの勝ちだ。危な、ギリギリ。有星明則、そしてその友よ、よくぞ我が試練に打ち勝った。ありがとうございます。明則、いい感じだぜ。さて、試練に打ち勝ったお前に褒美をくれてやろう。ありがとうございます。新たな世界の悪を手に入れた方。何これ。ここと異なる世界に誘う鍵だ。貴重な品ゆえ大事にするがよいぞ。キリンさんの試練って朱雀蒼天山をくれるんじゃないの？何やら誤解をさせてしまったようだが、朱雀蒼天山は向かいの山の頂上にある。もう一人の万人の試練とともにな。なんだって？あの容器こそ万人朱雀の放つもの。おそらく今まさに試練の戦いの真っ最中であるぞ。あっちの山にみんなが。キリンさん、お願いがあります。まだ褒美をねだるか、欲張りな奴め。俺たちを向こうの山の頂上まで連れて行ってください。なんと、今戦ったばかりだというのにさらなる試練を求めるのか。助けないと。仲間が向こうで戦っているんです。助けに行かなきゃ。その身で朱雀に挑むか。いいだろう、力を貸してやる。その妖怪ウォッチアニマス天上鏡は我を呼び出すことができる特別なものだ。幻獣麒麟はお前の力となろう。その天上鏡で我を呼び出すがよい。麒麟さん、ありがとう。朱雀は強いぞ。向こうに行く前に傷を癒しておけ。ありがとう。サンキュー麒麟、お前いいやつだぜ。お前たちが奴に負けたら我の格好がつかないからな。はい、ということで、じゃあ今回はちょっとここら辺にしときましょうか。もう1時間やってるんで、次回は向こうの山に行って朱雀と戦う。楽しみですね。どんだけ強いんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。